セグージョイタリアーノアペロフォルテ、イタリア原産のセントハウンド犬種の一つである。別名ラフヘアードイタリアンハウンド。セグージョイタリアーノの合毛の方の犬種で、愛好家からは単にフォルテとも呼ばれている。セグージョイタリアーノアペロフォルテ古代ケルト系のセントハウンドとフェニキア人がもたらしたサイトハウンド種の犬、グリフォン系犬種の先祖となる犬を掛け合わせて、 作出された。本種と短毛種のどちらが先に誕生したかはよくわかっていない。しかし、両種もに少なくとも、紀元一世紀にはすでに犬種として存在していた。主にイノシシやシカといった大型哺乳類を狩るのに用いられていた。パックで獲物の匂いを追跡し、発見するという感に立ち向かい、自ら仕留めた。かつては人気のあった犬種だが、 ルネサンス時代以降は人気が低迷し、絶滅寸前になってしまった。しかし、20世紀に入ってからは本種の良さが見直され、犬種クラブの結成と保護が行われるようになった。なお、本種と短毛種は別の犬種として、国際的に認知されていて、犬種クラブだけでなく不思議の公認登録も個別に行われている。 しかし、現在でもメジャーな犬種ではなく、陳犬種の息を出せてはいない。なお、セグージョイタリアーノといえば、専門的な話以外では、多くの場合単毛種の方のことを指す。このこともあってあって、ますます本種の影が薄くなることが危惧されており、愛好家は継承を鳴らしている。本種は、イタリア国内でも、非常に頭数が少ない犬種である。 短毛種に比べると、フォルテは、やや角ばった、筋肉質の体つきをしている。マズルもそれより短めである。しかし、最も目につく違いといえばその硬いラフコートで、眉毛と口ひげもふさふさしている。毛色は、ブラックタンなど。コートが硬く長めのため、雨風やうばら、獲物の牙などから身を守ることができる。足は長く走るのが速く、力強い。 耳は長い垂れ耳、尾は飾り毛の少ない垂れ尾体高52から58センチメートル、体重18から28キログラムの大型犬で、性格は主人に忠実で、音は従順だが、頑固で独立心が強い良犬気質も持ち合わせている。主人家族に対しては、有効的に接するが、喫水の良犬種であるため狩猟本能が高く。 スタミナが多く運動量も非常に多い。かかりやすい病気は大型犬にありがちな股関節形成不全、地肌が群れて起こりやすい皮膚炎などがある。ありがとうございます。